警察に検挙される共産党陰山村工作隊とは、1950年代前半、ソ連共産党のスターリンと中国共産党の劉少奇の指示のもとに、日本国内の武装闘争を施行した日本共産党の非合法テロ組織である。毛沢東を率いる中国共産党が農村を拠点として中華人民共和国建国成功したのに習った。 ものだが、日本の農村で、暴力革命への支持は広がらず、逆に、日本共産党候補者全員落選など反発を招いた。1949年11月、中華人民共和国の劉正期は、中国流の武装闘争方式を日本を含むアジアに広げる見解を打ち出した。これは、ソ連のスターリンとの相談に基づくものだった。1950年6月4日、 第2回参議院議員通常選挙で日本共産党から3人が当選すると6月6日、マッカーサーは中央委員24人の公職追放を指令し、その政治活動を禁止した。日本共産党書記長、徳田九一らはこの弾圧を自らの党支配を実現する絶好の機会とし、政治局会議や中央委員会を開催せず、党規約にない手続きで、 臨時中央指導部を指名した。徳田らは意見の異なる宮本賢治ら7人の中央委員を排除して非公然の体制に入った。レッドパーチ後、中華人民共和国に亡命した徳田九一らは北京機関を設置し、1951年2月23日の第4回全国協議会において反米武装闘争の方針を決定し、 中国共産党の抗日戦術を模倣して山村地区の農民を中心として全国の農村地帯に解放区を組織することを指示した。同年10月16日の第5回全国協議会では日本の解放と民主的変革を平和な手段によって達成し得ると考えるのは間違いであるとして農村部でのゲリラ戦を規定した日本共産党の当面の要求 新しい綱領が採択され、我々は武装の準備と行動を開始しなければならないとする軍事方針が打ち出された。これを受けて、山村工作隊や中核自衛隊などの非公然組織が作られ、各地で列車の爆破、交番への焼き打ちや警察官へのテロ行為などの日本共産党による武装闘争が展開された。そして、1952年7月に、 日本共産党の武装闘争を取り締まるため、破壊活動防止法が制定、施行された。直接的な火炎瓶闘争は1952年夏頃から下火になったが、軍事方針は続き、農村部での活動が継続された。この運動方針は世論からも批判を浴び、1952年10月の総選挙では、共産党候補者の全員が落選した。 共産党は1955年1月1日に武装闘争が極左冒険主義だったとして自己批判を行い同年7月29日の第6回全国協議会で武装闘争路線は否定された。現在、日本共産党は午前協の方針は分派による党の分裂と党機関の乗っ取り、ソ連、中国による武装路線の押し付けによって生まれたもので、 党として正式に採択した方針ではない。所管派による党の分裂と極左冒険主義は深刻な誤りであった。としている。六前協の後、共産党は誤りを犯した党員であっても、分裂と武装闘総路線の誤りを認め、新しい方針を支持して真面目に努力する意志のある、人は排除しない方針を取った。こうした共産党の平和革命路線への転換を、 受け入れなかった人々が日本の審査翼の起源となった。火炎民闘争など日本共産党の武装方針について示した秘密出版物。正しくは内外評論という機関紙であるが、球婚栽培法はこれを偽装するための署名である。ガリ版で複数回発刊された。また、後に震災翼書籍都内でも、 旧婚栽培法のコピー版が出回り、1974年の東アジア反日武装戦線によるハラハラ時計登場まで武装闘争の指針となっていた。日本共産党の方針に従い、学業を捨て山村工作隊に参加した大学生もいた。参加者は六全教の方針転換に深い絶望を味わった。また、これに参加した者の階層は、 一部震災翼機関誌に掲載されてもいる。柴田章の小説、されど我らが日々の背景にも、山村工作隊6全教がある。山村工作隊への参加は、所管派路線を取る共産党指導部の指名によるものであったが、一部は、旧国際派学生への懲罰的人事として行われたという証言がある。また、 メンバーの中には武装闘争方針を絵空ごとと考え、支持できないままに活動する者も,もいた。武装路線と大衆路線が混在した山村工作隊と武力闘争に準化した独立遊撃隊、中核自衛隊等の Y 組織とでは、目的や指令系統が違っていたと考えられる。山村工作隊の方針は、地域の実情と有利したもので、 住民から工作隊への指示は得られなかった。例外は派遣された医師班による巡回診療で多くの無意村であった活動地域で交換をもって受け止められた。貢献地主を攻撃する紙芝居などの芸術文化活動は住民に受け入れられることなく、新聞や情、千尾らはそのまま警察官に渡された。 山村工作隊の活動は全く成果を上げることなく、日本の警察の取り締まりにより消滅した。摘発を逃れたメンバーの一部は、そのまま山中にこもって、実活の道を目指したが、日本共産党からの平坦補給もなく、放置されたまま自然消滅した。ありがとうございます。